目的地を目指しては先に進みましょう。Yeah!
ドキドキモードです。はい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 は本気のラブなの。次は2ラウンドよ。初めてだぜ。さあ、ここからが正念場ですよ。ことね、マヤを使って私を呼び出してどういうつもり。私のことなんか放っておいてって言ったのに。何を言ってるの。あの子は甘いのよ。いつも違うわ。私はあの子に嫉妬して。トモコ、ホードにも悪魔が見えるってことは悪魔ハンターの素質があるのかもしれないわね。ホーダイ、今日一日私たちを手伝ってみない。それは。
して。どうしてよ。私じゃダメなのに。あの子を支えてあげるのは放題じゃなきゃ。無理よ。だってあの子はあなたのことが好きなんだから。あの子に悪魔ハンターの家の重責を全部押し付けて、これ見よがしにあなたと付き合えっていうの？そんなの、そんなひどいことしてあの子の気持ちはどうなるのよ。だから私は3年間あなたとも距離を置いたのに、あの子の気持ちも考えてあげてよ。気持ち考えてないのはしのぶちゃんの方だよ。あや、私はいいの、しのぶちゃん。とっくの昔に気持ちの整理ついてることだから。お兄のことは好き、今でも大好きだよ。でも私はお兄と付き合えないことより、私の大好きな二人が幸せにならないことの方が辛い。そんなの私だって同じよ。あなたたちが幸せにならないことの方が。違う、全然同じじゃない。だってしのぶちゃんはお兄の気持ち無視してる。そうでしょ、お兄。お兄はしのぶちゃんを諦めて私と付き合ってくれる？それで満足？謝らないで。私はもうとっくに3年前に諦めてたから。でもしのぶちゃんは違うでしょ。この3年間しのぶちゃん、お兄のことばっかり話してた。もし私とお兄が付き合ってもどうせ未練タラタラになるでしょ。そんなの私嫌。でもうちの悪魔ハンターのこととか全部あなたに背負わせて、私そんなの。ああ、そのこと？それは多分大丈夫、解決済みの問題。何よそれ、どういう意味？多分そのうちわかるよ。お兄、やっちゃって。これ以上は多分平行線、手っ取り早くやっちゃって OK。 妹公認太鼓判。え、やる？そんな、こんな場所で？私にも何が何だか分かりませんが、確かにこれ以上は話し合いより落としちゃった方が早そうですね。というわけでラストドキドキフィールド展開、砲台様お願いします。ガーディアン消滅確認、これで心は丸裸。砲台様、思う存分やっちゃってください。エッチなことするつもりなんでしょ？
そんなにもへたって。そんなに見つめて。私なんか好きになったのよ。私なんか素直じゃなくてすぐ突っ走って空回るし、バカだし、子供っぽいし。本当にいいの？私なんかで。放題。私も好き。よかった。しのぶちゃん、今、幸せ？マヤ、本当にこれでよかったの？しのぶちゃんが幸せなら、私も幸せ。ハッピーエンド。マヤ、ありがとう。私、幸せよ。すっごく幸せ。感じます。どうやら愛の矢の効果が正しく機能し始めたようです。おめでとうございます、宝大様。これでもう不必要にモテることもなければ、明日から女の子に嫌われることもありませんよ。天使様。宝大、天使様がそこに。今のお二人は正しく愛の矢のパワーで結ばれた運命共同体。今まで宝大様が貯めてきたモテパワー、もとい愛の力が運命の赤い糸を通じて忍様に流れ込んでいるのです。それが忍様の悪魔ハンターとしての能力をバージョンアップさせたのでしょう。それほどまでにお互いの思いが深く強くつながっていたということですね。うん、今のしのぶちゃんならきっと本家のどのハンターより強い力がある。私よりも。お兄、しのぶちゃんも神園家のこともこれからよろしくね。愛の奇跡。つまりこれって愛の奇跡ってことね。何よ、モダイだってしょっちゅう言ってるじゃない、恥ずかしいこと。何よ、自覚ないの？まあまあいいじゃないですか、愛の奇跡、お二人らしくって。ありがとうございます、天使様。それでは宝大様、当初の目的が達せられた今、私は天界へと帰ります。あとは
愛し合う者同士、どうぞごゆっくり。宝代様、彼女を前にして他の女の子に熱い視線を送るのはマナー違反というものですよ。天使様、ほらほら、彼女が焼いています。邪魔者はもう消えますね。さようなら、宝代様。お二人、いえ、三人に天使の祝福があらんこと。宝代、すごい、すごいわ。だって、天使様なのよ。私たちの中って、天使様のお墨付き。ねえ、宝代、あの噂って、本当だったんだね。うん、この学校で天使を見た人は好きな人と両思いになれる。私、天使様を見たわ。そして、あなたと両思いになれた。ねえ、宝代、私はあなたのことが好き。小さい頃から変わらず大好きだったの。そして、これからも。あなたのことがずっとずっと大好きだから。もうあなたから絶対に離れない。